どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はワールドインテックさんとのコラボ動画なんですけども、今回は社長面接という形で、実際の人材業界志望している、就活生の面接を社長に直接、していただこうと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会社の簡単な概要と自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。まあ、全国それから世界中に展開している会社なんですけれども、メインは、日本を代表するものづくりメーカーさんのベストアシストカンパニーを目指そうということで、研究、設計、それから製造、ものづくりの川上から川下まで全てのフィールドをカバーできるような人材の派遣、それから請負事業を展開している会社です。社長の栗山といいます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中央大学法学部法律学科の弓田圭介と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。ちなみに面接とかは結構されてるんですか？そうですね、何回かは経験させていただきます。おー、ちなみに今日は結構緊張かなりしてます。あ、ということで、じゃあ業界も人材志望ということで、まあ、ほぼ最終面接みたいなもんだと思うので、あのリアルな今日はちょっとフィードバックであったりとか、どちら結果になったとしても学びのある時間にできたらなと思ってます。はい、ということで、じゃあ早速なんですけど面接の方を開始させていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは面接を開始します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずあの簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、中央大学法学部法律学科から参りました弓田圭介と申します。大学内では労働法のゼミっていうところに所属しておりまして、人の働くっていうところに焦点を当てて今研究を進めております。学外ですとアルバイトとサークル活動に注力しまして、どちらも責任者として権威力が失われたなっていうふうに考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは先ほどおっしゃってたアルバイトとかサークルの詳細、はい、どういう活動をされてて、はい、その中でどういう役割をしてきたかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？まずアルバイトについてなんですけれども、はい、高校1年生の頃からファストフード店でずっとアルバイトをしてまして、はい、大学1年生の時からちょっと違うファストフード店にちょっとアルバイトを変えて、今時間帯責任者として働いておりまして、通常の店舗の業務だけではなくて、発注業務とかスケジュールの作成業務っていうのも現在携わらせていただいてます。サークルの方では、ボランティアサークル、児童養護施設で赴いて子どもたちと遊ぶっていうところのボランティアサークルの副会長としての活動をしておりまして、その子どもたちと遊ぶっていう通常の活動はもちろんなんですけど、どうやったらサークルの人数が伸びるかなとか、どうやったらみんなが楽しくいられるかなっていうところを考えて今活動しているって形になります。以上です。ありがとうございます。やりがいとか面白みっていうのは、そのアルバイト時間帯責任者としてどういうふうに感じますか？結構時間帯、その土日のピークとかってすごいやっぱり混むんですけど、そうした時にやっぱ目標値っていうところを設定して売上をみんなで達成できた時っていうのが一番やりがいを感じるなっていうふうに思います。楽しいですか？そうですね、楽しかったです。あ、そうです。はい、じゃあ次はその志望動機というかをお伺いしたいんですけども、はい、その観光業界と人材業界を、考えてらっしゃるということでしたけども、どういう理由からそういうあの2つの業種を考えてらっしゃるんですか？人材業界とレジャー業界っていう結構遊園地寄りの業界になりまして、まず人材業界の方ですと志望あの理由として2点ありまして、結構1点目が大学生の中で今すごく労働法っていうところに興味を持って取り組んでいく中で、結構法律の中で救済されない方であったりとか、なかなか制度上で救われない方が多くいるなっていう印象を受けて、なんかそうした中で結構社会とか企業にアプローチできるのは人材だけなのかなっていうふうに考えています。で、2点目として結構先ほど高校生の時に一度あのファーストフード店を辞めて違うファーストテレに行ったっていうお話したんですけど、なんかその時にあの私の店舗先で直営店舗からフランチャイズ化するっていう機会がありまして、なんかそうした時に結構店舗のビジョンとか従業員あの他の社員さんが一新してしまったっていう経験があって、結構自分の中で何のために働いてるんだろうっていうところの意味みたいなのがすごく形骸化してしまったっていうところがあって、結構今後社会で出て働いていく、本当に人生の大半を働いていくって中で結構意義とか目的を大切にして働きたいなって思った中で、結構自分だけじゃなくて他者にもアプローチできるのが人材なのかなっていうふうに考えております。で、レジャー業界の志望理由に関しては結構一転して結構浅いんですけど、結構幼少期から趣味として遊園地を巡ることが大好きで、その理由から結構それも結構働く意義みたいなところにも関連してるんですけど、結構遊園地を訪れると本当にあの働いてる方が生き生きとにこやかに働かれてる姿を見て、結構自分自身のアルバイト先でもこうしていきたいなとか、これから働く中でこう笑っていたいなとか、そういう思いから志望しております。なるほど、はい、
具体的にその労働法の中でどういったところにその谷間があるように感じたこととかありますか？はい、結構私自身の今の研究内容になるんですけど、はい、今正社員間の賃金格差とか、うん、待遇格差っていうところについて研究してまして、うんうんうん、なんか同じ正社員の間でも今多様な働き方っていうのが言われてる中でエリアを限定されてる方とか、うん、地域を限定される方っていうのがいろいろあると思うんですけど、はい、結構日本企業の大企業の多くで今賃金格差みたいなのがすごく普通にあって、うんはい、でも調べてみると結構法律的には何の問題もないよねっていうところになっていて、なんかそのこのままだと結構日本としてどうなのかなとか、うん、この日本経済を成長していくにあたってそういう格差が普通にあっていいのかなっていうところに疑問を感じて今研究を進めていて、まだ具体的な解決策ってところまでは出てないんですけど、うん、ちょっと楽しく勉強できてるかなと思います。なるほどですね。それから当社のことは何でお知りになって、まあ、当社の魅力みたいなことはどんなことを感じてますか？コソーシングみたいな形で結構企業様に単なる人材を派遣するっていうだけではなくて、なんか潜在的な課題解決っていうところで結構自分自身のなんか介在価値の高さとかを発揮できるのかなっていうところで今魅力を感じているってことですね。なるほど。それから将来的に会社の中で、まあ、キャリア志向っていうか、どちらかというとその、まあ、専門職を極めていきたいっていう人と、それから昇格をしてやはりその上を目指していきたいっていう人とか、まあ、様々な人いると思うんですけども、弓田さんの場合には、将来的には、まあ、10年後20年後どういうふうに、まあ、当社の中で活躍していきたいというふうに今の段階では考えていらっしゃるんですか？結構マネジメント領域とか結構どんどんキャリアアップしていきたいなっていうふうに今考えておりまして、やっぱり結構今時間帯責任者として働いている中で結構あの自分自身の成長だけじゃなくて他の方の成長とかも考えた上で結構マネジメントしていくってところにすごくやりがいであったりとか、なんか承認欲求が満たされてるなっていうふうに考えてるので、なんか将来的には多くの方と携わって自分が率いていける人材になっていきたいなっていうふうに考えてます。最後にちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、当社の場合は人っていうところがキーワードですので、たくさんの人たちと一緒に働くっていうことが会社の中でどうしても必要になってきます。まあ、その中でそのチームワークとかコミュニケーション力っていうのはどうしても問われるんですけども、チームワークについて弓田さんが今感じたこと、今までで、の経験で感じていることとか大切に していきたいこととか、コツとかチームワークに対して その経験上感じたことをちょっと教えてください。ありがとうございます。結構チームワークっていうところで言うと、結構今まで自分自身が引っ張っていくことが正義みたいな風に高校時代まですごく思っていて、でも結構大学時代に入って本当にいろんな学校の子とかいろんな年代の方と関わることによって、結構足並みを合わせていくことの重要性というか協調することの重要性っていうところをすごく学んで、結構誰かを切り捨てるとかではなくて他の方はどう思ってるんだろうかっていうところを結構俯瞰して、なんかみんなをサポートしていけるっていうところが結構チームワークとして個々に求められていくのかなというふうに思っています。なるほど。はい、私からの質問は以上です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。ありがとうございました。弓田君どうでしたか？こんなに大きな企業の社長さんと直で対面してお話するっていう機会は本当になかった中で、本当に貴重なお話を伺えたので勉強になりました。ありがとうございます。手応え的にはどうですか？抽象的なお話ばっかりしてしまったのでちょっと不安が残るかなと思います。ということでワードインテックさんとしてというよりは、今社長ご自身があの一緒に働きたいと思ったかっていう視点で、このこちらの丸×の札があるのでちょっと挙げていただけたらなと思っております。お願いします。はい、おかげです。ありがとうございます。え、全然嬉しくなさって。嬉しいですか？緊張が。あ、緊張が。ちなみに理由を教えていただいてもよろしいでしょうか？まずは人柄がいいということと、それから最後の質問で、やはりそのチームワークっていうことの大切さとか、はい、それからチームワークの定義っていうんですかね、その中で大事なことっていうのは的確にやっぱり過去の経験から、持ってらっしゃるということが分かりましたので、はい、まあ、すごくあの期待をしたいなというふうに思っております。ぜひ一緒に働きたいなと思いました。ありがとうございます。ちなみにワールドインテックさんとしてなんかどういう方を採用したいとかってございますか？たくさんの人と我々働くっていうことが基本の会社ですから、うん、チームワークをきちんと醸成できる人、うん、それから中にはそのチームワークの中でリーダーシップを発揮できる人っていうのはもちろん一番いいわけですけども、うん、チームワークって何もリーダーシップだけじゃないわけですね、うん、フォロワーシップも大事だし、はい、それから同僚との調和も大事ですし、うん、その中でもしっかりと個性を出していく
いうことがやっぱり求められてくるので、はい、そういうことっていうのが問われる会社なんだろうなと感じています。ありがとうございます。ちなみに今回のユミタ君の、あの面接の中で特に良かったなっていうポイントと、ここ改善した方がいいなとか、もしありましたら教えていただきたいなと思ってます。面白いなと思ったんですけれども、よくありがちなポイントで、労働法からその賃金格差の問題の是正に貢献したいっていう話があったんですけれども、一方的に文献とか学校の勉強で読んだこと、それから学んだことだけが全てになってしまいがちっていうことはあると思うんですよね、はい。でも世の中って多様な価値観っていうか、いろんな人がいて、特に我々世界中の人たちと一緒に仕事してますから、そうするとやっぱりそれぞれのいろいろ価値観とか文化とかが違いますので、必ずしも一様じゃないと、それをやっぱり認めるということが大事だし、そこに気がつくっていうことが大事ですし、やはりこう思ったからこうですだけをやっぱり言い切ってしまうと、狭い人間に見られちゃう、硬い人間に見られすぎちゃうっていうところがあるので、そこはちょっと注意した方がいいかなっていうような感じました。ただすごくその労働法の観点から制度で守られない人たちに対しての会社員として通じて貢献していきたいっていうことはすごくいいことだなと、うんうん、ありがとうございます。ワールドインテックさんのような人数がかなり多い企業に就職した中で出世をしていくとか、難易度高そうだなと思ったりするんですけど、実際入社した後っていわゆるマネージャーであったりとか、まあ、部長であったり、場合によっては社長になれるチャンスとかってあるんですか？いっぱいあると思います。いっぱいあると思います。いっぱいあるんですか？はい、まあ、会社の規模がどん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 大きくなっていってますから、はい、まあ、役職者の数っていうのもどんどん毎年毎年増えてますから、うん、チャンスはあると思いますし、グループ会社の数もどんどん毎年毎年増えてますので、はい、グループ会社の社長のポジションっていうのがこれからどんどん増えていく一方ですから、うん、チャンスはたくさんあると思います。結構大企業だとなかなか理念が規約になりがちなのかなっていう印象があるんですけど、そういった点について考えてることがあればお伺いしたいです。やっぱり一番難しい問題で、組織が大きくなればなるほど理念を浸透させていくっていうのは本当におっしゃる通り難しいんですけども、うん、そのやり方に工夫を今してまして、まあ、ちょっと前までは文書で配布をするっていうのが、まあ、こう一般企業では普通だったと思うんですけども、今はそれをなるべく動画で配信をして、しっかりとスマホでも家にいる時でも、それから会社の中でもいつでも比較的見やすい環境で動画で伝えると、そういう工夫をね今やってます。ありがとうございます。それこそ風通しみたいなところで言うと、なんか思った時に手を挙げられるみたいな環境であったりとか、風土みたいなっていうのはございますか？そういうふうに努力をしてるっていうのは自分自身では感じてるんですけども、はい、声をかけやすい雰囲気を自分から作っていこうと、はい、そういったことはね、努力はしてるつもりでいます。あの社長室みたいなところあるわけで、そういう会社じゃありませんので、同じ机並べて仕事もしてますから、はい、比較的まあ声をかけやすいんじゃないかなとは思います。ワールドインテックさん、いろんな取り組みをされたりとか、他社と違うところたくさんあると思うんですけど、ここがどこの会社にも負けないっていう強みみたいなところを教えていただいてもよろしいですか？まあ、仕事の面では我々ものづくりを支えるプラットフォームとして、日本の世界に誇るものづくりを支える会社なんだという自負はおそらく日本一で、どこの会社にも負けないっていうところあると思います。ただそれよりも、まあ、私が誇りに思ってるとか、いい会社だなと思うことがありまして、はい、まあ、それは当社の場合は本社が福岡県なんですよね。まあ、そんなこともあって、まあ、非常にこうアットホームっていうところはあるかなっていうふうに思います。なんか仕事が仕事だけじゃないっていうか、はい、こう家族的な人と人とのつながりを大事にする会社っていうところがあって、まあ、社風はすごく家族的でいいところあるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、そこはどの会社にも負けないなと思ってます。ということで、普段は面接をされないということなんですが、こういった形で社長の人柄であったりとかが会社のなんか風土であったりとかをある種表してると思うので、ワールドインテックさんに興味を持った方は下の概要欄からホームページ等を貼ってあるので、ぜひチェックしてみていただけたらなと思っております。ということで、本日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。